ウィキデータはウィキメディア財団が提供する共同編集型のデータベースである。パブリックドメインライセンスの下で誰もが使用できるオープンデータを提供することを目的としている。ウィキメディアコモンズがメディアファイルの格納場所を提供して他のウィキメディアプロジェクトがそれを利用する方法と同様にデータに対してこれを行う。ウィキデータはウィキベースソフトウェアを用いて稼働している。 スクリーンショットトップページウィキデータ項目、火星にある文。値は他の項目やコモンズへのリンクとなっている。フェーズ1での項目のレイアウト。ラベル、説明、別名、言語間リンク。ウィキデータ登場以前のウィキペディアの記事中の言語間リンクのリストとその表示。各言語版の各記事で個別に管理していたものがウィキデータに集中化された。 リンクを、編集をクリックすると、ウィキデータ内の言語管理リンクを編集できる。ウィキデータは、トピック、概念、オブジェクトなどを表す項目に焦点を当てた、ドキュメント思考データベースである。各項目は、角と呼ばれる文字 Q が、先頭についた番号で1位に識別される。例えば、政治は、Q7163 である。これにより、 項目に必要な基本情報言語を問わずに入力することができる。項目の名称となるラベルは重複が可能で、例えば、ケンブリッジというラベルは英国、米国、カナダの3つの都市の項目に付けられている。それぞれは説明によって区別される。項目はラベル、説明、別名、そして文で構成される。ウィキデータ項目の図。 ウィキデータで使用される最も重要な用語を示す。項目への情報の追加は文を作成することで行われる。文はキーと値のペアとなるプロパティと値で構成されている。例えば、牛乳は白いという文は項目、牛乳内でプロパティ、色に、値、白を設定することで実現できる。プロパティには複数の値が設定でき、例えば、マリキュリーの 職業プロパティには物理学者と科学者の値を設定することができる。値は文字列、数値、メディアファイル、項目など多くのデータ型を扱うことができ、プロパティには値が取り得るデータ型が設定される。例えば公式ウェブサイトというプロパティには URL 型の値が指定されている。プロパティには制約と呼ばれる。 より複雑な規則を定義することもできる。例えば、首都には単一地制約が設定されており、首都は一つしかないという現実を反映している。ただし、制約は違反してはならない規約というわけではなく、実際にはデータの完全性などをチェックするための補助として扱われている。また、就職詞を使用して、文に追加情報を付け加えて、文の意味を絞り込むこともできる。 例えば、プロパティ、人口に2011年時点と分の適用範囲を限定したい時などに就職詞を使用する。また、情報源を使用して、その分の内容の出典はどこかということを示すことも可能である。ビクショナリーとの統合を開発する過程で、新しいエンティティタイプ、語位層を導入した。語位ソとは、言語学において、語彙的意味の単位である。同様に、 ウィキデータでの語層は、辞書学データの格納に適した構造を持つ項目になる。ウィキデータでは、ある言語の語彙を、語形と語義と共に格納することができる。2019年5月から、シェックス形式で記述される、エンティティタイプ、スキーマを導入した。このプロジェクトは、アレン人工知能研究所、ゴードンベティムーア財団、そして、 Google から総額130万ユーロの寄付を受け設立された。開発は主に Wikimedia ドイツによって実施されており、最初の開発計画は3つのフェーズに分割された。言語間リンクの一元化から異なる言語同士の Wikipedia 記事間のリンク Wikipedia の基礎情報ボックスのデータのための格納場所の提供域データのデータに基づいた一覧記事の作成及び更新 w i k i d タ a は、 ウィキメディア財団の2006年以降初めての新規プロジェクトとして2012年10月29日に開始した。当初は言語間リンクの一元化のみ利用可能で項目を作成し基本情報となるラベル、説明、別名と各言語版の記事へのリンクを入力することができた。ウィキペディアの記事には他言語版ウィキペディアに同じ主題の記事が存在する場合は 記事同士をつなぐ言語管リンクがあった。この時点では、ウィキデータはその言語管リンクを格納した自己完結型リポジトリだった。各言語版ウィキペディアは、ウィキデータのデータにまだアクセスできず、言語管リンクを自身で管理していた。2013年1月14日、ハンガリー語番ウィキペディアで、ウィキデータからの言語管リンクの提供が開始された。その後、 1>, 1月30日にヘブライ語版ウィキペディア、イタリア語版ウィキペディアに、2月13日に英語版ウィキペディアに、3月6日に他のすべての言語版ウィキペディアへと展開された。2013年9月13日にウィキメディア、コモンズにも言語間リンクが展開された。2013年2月4日、ウィキデータの項目に文が導入された。プロッパティに指定できる値は、最初は、 項目とコモンツの画像のみの2種類に制限され、位置情報や日付などのその他の種類のデータ型は後に追加された。3月6日に初めての新しいデータ型が導入された。2013年4月25日から5月27日にかけて各言語版ウィキペディアに対してウィキデータのデータにアクセスする機能が段階的に提供された。 2015年9月15日、ウィキデータは項目と直接関連していない項目のプロパティへの、いわゆる任意アクセスを有効化した。例えば、ベルリンというウィキペディア記事から、ドイツに関するデータを読むことが可能になった。2016年4月27日、ウィキメディアコモンズで任意アクセスが有効となった。2015年9月7日、ウィキメディア財団は、 ウィキデータクエリサービスを発表した。これは問い合わせ言語としてスパークルを使用する。また2018年11月の時点でその他の方法でデータを検索できるツールが少なくとも26種類開発されている。2014年11月、ウィキデータはその規模と備わったオープン性に対してオープンデータ研究所からオープンデータパブリッシャーアワードを受賞した。 2014年12月、Google は Wikidata を支持し、自社のフリーバイスを閉鎖し、Wikidata にデータを移行することを発表。2016年5月にフリーバイスは終了した。2018年11月の時点で、Wikidata の情報は、英語版、Wikipedia の全記事の58.4%で使用されており、その大部分は外部識別子や一致座標である。 全体として、ウィキデータからのデータは、ウィキペディアのページの64%、ウィキボヤージュ記事の93%、ウィキコートの34%、ウィキソースの32%、そして、ウィキメディアコモンズの27%で表示されている。その他のウィキメディアプロジェクトでの利用も推奨されている。2018年11月の時点で、ウィキデータのデータを視覚化する。 外部ツールが少なくとも20種類あり、ウィキデータに関して少なくとも100の論文が発表されている。その重要性は多くの文化機関で認められている。図書館や美術館、博物館など、いわゆるグラムと連携する動きが高まっている。ウィキデータは無料、パブリック、ドメインという特徴から各機関のデータセットのハブとしての役割を担うようになってきている。 各組織は、それぞれのデータセットに、1位の識別子を保持している。これらの ID をすべてウィキデータに追加することで、多数のソースのデータに、シームレスに、アクセスできるようになる。2019年5月、アメリカ議会図書館は、NOF と LCSH の約100万件にウィキデータへのリンクを追加し、標準データを統合すると発表した。ウィキデータのロゴ上の重線は、ウィキを モールス符号で変換したものが含まれている。ありがとうございます。